皆さんどうも、マキユです。今回はね、明日から来るであろう復興会社についてね、話していきたいかと思います。今回のイベントはね、8周年と言いつつ目印ね2のイベントということで、おそらくね、まず目印2で登場した前のね2体が復刻して、あと他のキャラどうだろうっていうところだと思うんですよ。まずね、1体目がおそらく復刻する龍太ですね。このキャラはタップ技のねスキルがねめっちゃサポートできるダブルスキル持ってるっていうことで、かなり優秀キャラなんでね、まあこのキャラね復刻したらかなりね狙う人多いかなと。で、あともう1体滅裂2でね前登場した、同じね龍太のイベントで登場したこのキャラかな、バフのね優かな、まあほぼ使ってないねバフのスキルがフィーバーなった時バズゲージ溜まったり、自分のデカプニを消すとねバズゲージが溜まるって感じで、まあ正直ねちょっとバフの中では微妙な枠なんで、まあこの2体はねおそらくすると思うんですけど、龍太をね狙いたいって人が多くなるかな。で、あとはやっぱねこの2体だと正直運営さんもさ復刻会社みんな回してくれないあんまりっていうのは分かってるじゃないですか。だからやっぱね滅裂でかなり強いこのね、レイかな、やっぱ種族効果だよね、整理技のフィーバー加速だったり種族効果の不気味ね持ってるんで、こういうキャラもねおそらくみんながね回してくれるようにするために復刻ねやってくるかなと。まああとはねどうだろうね、タイル消しの龍太とかさ、7周年龍太とか、まあ白龍とか、そこら辺もね、まあちょっとその辺はさすがに分かんないけど、まあ復刻ねしてくるんじゃないかなと。まあとりあえず明日から滅裂2のね2体をほぼ確定で復刻して、まああと他のキャラにもね注目になるかなとね。また復刻会社来たらね引くべきかとか狙うべきかの動画もね投稿すると思うんで、でラストあとねキャラ以外のとこ触れるとウォッチもね、復刻するんじゃないかなと。いつも通りねガシャスタンプで、ね滅裂のウォッチとしてはね何個もあるんだけど、おそらくね一番強い龍神ウォッチかな。これねバランスよく攻撃で HP 上がるんで、このウォッチの復刻が濃厚かな。もしかしたら新龍神ウォッチ、このどっちかがねおそらくウォッチもね復刻するんじゃないかと。なので200連ぐらい回せばねウォッチも作れますよって感じかな。だからね明日からおそらく滅裂のね強キャラたくさん復刻だったりウォッチもね来ると思うんで、まあ Y ポイントね、まああと1日あるし、復刻会社もね2日かぐらいはあると思うんでね、できる限りね Y ポイント貯めて備えたらいいかなと思います。はい、というわけでね今回の動画以上になります。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。